橋氏が、今夜はちょっと参加できません、ミスター規制委員会が参加できないので代読依頼が来ておりますので読ませていただきます。希望のエリアにご参加の皆様、スタッフの皆様、こんばんは、春橋です。寒い中お疲れ様です。私は本日は仕事の都合で金曜行動に伺えません。代読での参加とさせていただきます。22日に開催された原子力規制委員会定例会で、経済産業省資源エネルギー庁電力ガス事業部の多田部長が来て、東電改革の狙いや方向性を説明し、規制委員と意見交換をしました。ここで提出されたエネ庁の資料でも、多田部長の口頭説明でも、柏崎刈羽原発の再稼働を目指す旨が繰り返されていました。経産省は官庁ですから、日本全体を考える立場です。その経産省が特定の電力会事業者の特定のプラントを名指しするとは、いかに原発推進の官庁とはいえ、極めて異様です。経産省は東電の守護神であると同時に、東電と一蓮托生を決めたとしか思えません。それだけでなく、経産省は原発当てコストという従来の説明を忘れたかのように、廃炉費用を国民負担に制度設計を急ピッチで進めています。省庁として最低限の立場も従来の説明とは一貫性もかなぐり捨てるとは、もはや原発を推進維持するためにはなりふりを構っていられないということでしょう。経産省の動きは、いわゆる原子力村が追い詰められつつある証拠だと思います。それだけに彼らはあらゆる手段を使って原発再稼働、廃炉費用の国民負担という路線を推し進めるとようとするでしょう。西日本で複数のプラントが再稼働され、インドとの原子力協定調印など国策としての核電源は揺らいでいないように見えますが、目に見えないところで地殻変動が起こりつつあるようです。この変化を新たな原子力村創造の第一章とするのか、それとも原子力村の最後の悪あがきとするのか、主権者の国民の意識と行動がこれからますます重要になってくるでしょうということです。原発再稼働に向けた動きが急ピッチで進んでいること、そしてそれを経済産業省もグルになって一緒に進めようとしていること、これが今回の原子力規制委員会での特徴だということです。ですから私たちはさらにここでどんどん声を上げていくことが重要だということだと思います。ありがとうございました。で、今日は実は北海道からもご参加だ、はい、